アシュレイ・フラー・オルセン・メアリー・ケイト・トールセン・アシュレイ・フラー。オルセンとメアリー・ケイト・トールセンは、アメリカ合衆国の双子の女優、ファッションデザイナー。二人合わせて、オルセン姉妹と呼ばれる。幼少時代は、子役として活躍し、ABC のシットコム、フルハウスのミシェル・タナー役で知名度を上げた。成人後は、エリザベスジェームズや、ザローなどのファッションブランドの展開で、 商業的成功を収め、ファッション界で地位を確立している。映画女優、エリザベス・オルセンは妹であり、ファッションブランド、エリザベスジェームズの名前の由来でもある。一卵性ソーセージではなく二卵性ソーセージであるが、顔立ちはよく似ている。ちなみに、兄が一人、妹が二人、弟が一人いる。姉妹で幼い時から活動し、セレブリティという共通点から一時期は、 ヒルトン姉妹と比較されることも少なくなかった。アシュレイの場合、アシュレイ、アシュリーと表記されることがある。英語の発音は、アシュリーに近い。メアリー・ケイトの場合は、メアリー・ケイトが名前であり、メアリーではない。NHK 版のフルハウスでは、メアリー、アシュレイ・オルセンと表記されていたが、これは誤りである。姉妹を合わせた表記としては、オルセンツインズの他に、 メアリー・ケイト・アンアシュレイ・オルセンという表記がある。この表記について、ジェフ・フランクリンは、フルハウスにおいて、メアリー・ケイト・アシュレイ・オルセンと表記していたために、定着したものであると説明している。カリフォルニア州ロサンゼルス出身。生後8ヶ月の時に、フルハウスのミシェル・タナーを交互に演じてデビュー。この作品で、人気子役となり、ブレイクする。5歳の頃には、 フルハウスの制作指揮者、ジェフ・フランクリン監督、脚本のテレビ映画、ツーグランドマザー、S ハウス・ウィーゴーで初主演を果たした。1995年の劇場映画、一人娘ににも出演した。また、姉妹歌唱の楽曲とアルバムもリリースしている。8年間続いたフルハウス終了後は、テレビ映画とオリジナルビデオを中心に出演した。テレビドラマは、 二人は双子、二人はお年頃に出演。フルハウスと共に NHK 教育テレビで放送され、日本でも人気となる。2004年にニューヨークミニットに出演した。同年にはハリウッドウォークオブフェームに名前が刻まれた。アシュレイはニューヨークミニットを最後に出演作品はなく、2009年に俳優業を引退すると発表した。 メアリー・ケイトは2006年以降、単独で俳優業を続けていたが、2012年に俳優業の引退を表明した。引退後は、ファッションデザイナーの仕事に注力したため、テレビなどの出演は、エレンの部屋などのトーク番組へ時々出演する程度となり、フルハウスのスピンオフ、クラーハウスの出演も見送っている。子役として、テレビの仕事を共にやっていた頃から、 ファッションのデザインに携わっており、12歳の頃に衣服、香水、化粧品、アクセサリーを扱うファッションブランド、マリー・ケイトン・ダ・シリーを立ち上げている。2006年には高級ブランド、ザ・ローを設立。翌2007年には、エリザベスジェームズを設立した。2009年には先日のマリー・ケイトン・ダ・シリーの後継ブランド、オルセンボイを、JC ペニー専売で発売。 2011年には T シャツのブランドスタイオールミントを立ち上げる。これらのファッションブランドの売り上げが10億ドルを超えている。2012年12月、姉妹はアメリカの経済誌、ホーブスの30歳未満で最も影響力が大きいファッションリーダー30人に選出された。姉妹が主力としている以下2銘柄は2013年に伊藤忠商事が 日本での輸入販売権を取得し、コロネットを通じて日本国内で販売を開始した。このうち、ザローについては2018年に日本法人ザロージャパンが設立され、販売権が同法人に移行する。また、ハリウッド女優などに愛用者が多いことで知られている。1993年に自身たちのプロダクションデュルストルを設立し、 同時に最高経営責任者に就任している。姉妹の子役時代は、姉妹の出演したオリジナルビデオ、テレビ映画、シットコムの制作をしていた。現在では制作活動は行っておらず、姉妹の映像作品、CD 作品、グッズのライセンス料が主な収益となっている。なお、映像作品の制作には、ワーナーブラザースが関わっており、 ワーナーホームビデオがソフトの販売権を持っている。ビデオ作品の総売上げは全世界で約3000万本に上る。基本的には姉妹の個人プロダクションであるが、双子俳優のディラン・スプラウスとコール・スプラウスとも契約を結んで彼らのブランド、スプラウス・ブローズも展開していた時期がある。2005年に共にニューヨーク大学に進学したが、メアリー・ケイトは中退。 メアリー・ケイトは接触障害を患った経験があり2004年6月に骨と皮だけの容姿になりリハビリ施設に入所した3年後の2007年には緊急入院しているまた2003年には注意力欠陥障害であることを告白している姉妹はお互いの関係を結婚かパートナーと例えているメアリー・ケイトは 2012年からオリビエ・サルコジと交際し、2015年11月に結婚した。過去には、スタブロスニアルコス3世と交際していた。ヒース・レジャーと交友があったが、レジャーが薬物の過剰摂取で死亡した際に関与が疑われた。アシュレイは、過去に、ジャレット・レと、ジャスティン・バーサ、ベネット・ミラー等と交際していた。父親は、銀行員のデイビッド、 母親は元バレエダンサー、現マネージャーのジャーネット。兄のジェームズ・トレント、妹で女優のエリザベス。他に腹違いの舞帝がいる。1995年にフルハウスが終了する直前に両親が離婚する。この離婚について、姉妹は雑誌でフルハウスの家族、本当の家族が亡くなってしまって悲しいとコメントしている。 15歳で月に500ドルまで使うことのできるクレジットカードを手にし、17歳になると上限なく自由に使えるクレジットカードを手にしている。2005年時点の姉妹の総資産は推定2億7500万ドルに達していた。2005年4月、ハリウッドニュースワイヤーによれば、オルセン姉妹がニューヨークのマンハッタンの人気スポットであるウエストビレッジに購入した8億円の 高級マンションを売りに出している。このマンションは、ロサンゼルスからニューヨークに引っ越す前に購入した物件で、姉妹は一度も住んだことがなかった。姉妹の広報担当者は、マンションを売りに出したのは二人の不仲ではなく、部屋が広すぎて、改装に時間がかかるから、とコメントしている。アメリカで最も裕福な20代であり、経済史、 フォーブスが2007年に21歳未満のセレブリティを対象にした長者番付で推定収入が約4000万ドルで1位になった。2009年雑誌インドトゥリーの3月号でメアリー・ケートが子役時代に姉妹で出演していたフルハウスについて出演時は一切にも満たなかった姉妹のギャラが1話2400ドルだったことに触れ 当時、私たちはお金よりもご褒美にもらえるグミーベアの方が嬉しかったと語っている。そして、フルハウスの最終シーズンの出演料は16万ドルで、当時テレビに出演する子役としては最高額であった。ありがとうございます。